こだこれ。あっとっと。はい、どうも皆さんこんにちは、中井です。今回もグランドセフトオートバイスシティやっていきます。よろしくお願いします。バイスポイントの公衆電話っつったから、そうだね、やっていきましょう。公衆電話ミッションですね。なんか臭そうだよね、公衆電話っつったら。なんかね、口が臭いのが映ってきそうな電話ですよね。はい、まよいしょ。いくら技術が進歩しても匂いだけはね、テレポートできないからね。それはなぜだか知ってるかい？匂いってのはね、物質の一部なんだよね。あれは物質の一部がまあ空気と混ざって鼻に、まあ超微粒子として鼻につくの。それが匂いなんだよね。だからうんこの匂いって言ったら、うんこ微粒子が鼻の中につくっていう。嫌な話だよね。怖いよね。もっと怖い話してるけどね。オッケー。じゃあ、Waste the Wife。 魚の家で妻殺せっつって。ターゲットはドーソン夫人だ。もうすぐ宝石店から出てくる。まあね、コンビニでそんな名前のもあるもんね。ローソンね。彼女を交通事故に見せかけて消せ。武器は使うな。車が火を吹いたらすぐにずらかれ。そしたらもうちょっと頑丈な車が良かったな。頑丈な車。まあいいや。スティーブン・スピルバーグの激突みたいな感じするね、この感じね。よいしょ。あら、あらららら。でもそっちはもうラウンドアバウトじゃないの。ランドアバウトだから、ラウンドアバウトだから、まあ、こっちが火吹いた。こっちが火を吹いたっていう。もうシャレじゃなく困ったわと。 OK、 タイミング。おー、ユーリンタイミング、なてかてかてか、グッドバッドタイミング。超バッドタイミング。お前超空気読めねえの。それやめた方がいいぜ。絶対モテないからな、もう本当に。うわ、信じらんねえな、あいつ。ほんと信じらんねえ。まあ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 、ここは抑えて、じゃあ今から、耐久性のある車をね、今のうちに持っておこうねっていう風にね、まあ切り替えてね、こう考えることができるのが私、永井さんのいいところだよね。人間として成熟してんだよね、こういう人がね。ここでね、は、何考えてんだし、意味わかんねえしとか言い出すやつね。そういうこと言い出すやつはまだ人間として年全ね、未熟だなーっていう風になるわけですよ、本当に。何の話してた。よし、まあ私の相棒エルメスちゃんがここにおりますから。エルメスちゃんそんな、でもアメ車だからまあ耐久性あるべ。あんなイタリア車なんかね、ねえ、イタリア車はヤマだから、まあ本当に耐久性あんのはアメ車とドイツ車。よし、行きましょう。微妙に電話震えてんだよね、これ鳴ってるとき。見て。ほら。かわいいよね、このアピール。まあ、何を見てもかわいいって言い出すね。あの、語彙力のない女子高生とかいますよね、ほんとに。あら、かわいい。だって何がかわいいと、バーカみたいなね。お前、ほんとかわいいしか言えないよな。なんだ、かわいいしか言えねえやつ。ほんと見てて腹立つのですよね。何言ってんだ、俺は。よし、行きましょう。よし、交通事故に見せかけて消せ。武器は使うな。オッケー。火を吹いたらすぐにズラを狩るということですね。ドカーン。バカだな、あいつ。よいしょ。俺、水に沈めてやりたいな、どちらかっちゅうと。こっちがお前がだよ。お前、硬すぎんだよ、ほんとに。ほんと硬いわ、お前。カッチカチだな。見てくれ、この筋肉。カッチカチやで、みたいになってんじゃん。お前、カッチカチやぞ、ほんとに。カッチカチ。
よし行くぜベイビーちゃん。誰もおめえを助けるやつなんかいねえんだよ。おめえは捨てられたんだよ。誰も助けになんか来ないさ。保険屋ぐらいかな。保険屋も来ねえよ。よいしょ。なんたってお前がそうなった原因は保険屋にあるんだから。お前が保険屋さんになんかね、話聞きに行かなかったらね、ウィズさん。いや、なんなかったら、お前がね、巻いたためだからね。まあ、言っちゃえばな。お前と保険屋さんがせっせと巻いたためだからな。よし。まあまあ、狙うときはゆっくり。ちゃんと直線でね、後ろからツンツコツンツコ、ついてあげましょう。こういう局面では、まあ、あんましやんない方がいいわな。よいしょ。オッケー。ダブ。こっちも若干煙吹いてんだな。どこに入って？よいしょ。あ、パトカーにすればいいんだ。パトカー結構多分耐久性があるんじゃねえかな。よいしょ。やばいな、俺もやばい、俺もやばい。奥さん、僕やばいよ。奥さんもうダメ、僕もうダメ。奥さん、僕もうダメだよ。ただ、あと一発で行くぞ。やばい、俺が行く。危ね。やべ、奥さん行っちゃう。奥さん待って、一緒に行こう。やべ、俺が行っちゃう。もうやだ。そんな時にベルダース、聞かれました。なんだそんな時にベルダースとか全く意味わかんない。ただ、ランナバウトに行ったから帰ってくるだろう、あいつは。はい、帰ってきた。オッケー。行くぜ。乱歩か。あんまし早くねえんだよな、お前は。ただ、奥さんもうそろそろフィニッシュだから、フィニッシュ行っちゃうから、絶頂を迎えちゃうから、奥さん。燃えたぎるような、その体で。まあ、実際燃えてんだけど、半分。よし。燃える肉体。もう私我慢ができないのっていうね状態ですから今奥さんはね。ドーソン夫人は、あー、奥さん僕の奥さん、うおバカ、僕の奥さん、あ、ちょっと待って、こっちの方が困りきく。なんたって揃いの車よ。よし、奥さん行くぞ。ほりゃ、バイバーイ。よーし、ちゅうわけで、なんか誰か巻き込んでないか俺。ちゅうわけで今回これにて終了したいと思います。では次回も、あー、じゃあ電話かかってくるからちょっと待ってよ。で、電話がね、かかってね、来るはず、来たー。はい、ちゅうわけで、おっと、入れるんだっけ、入って終わりましょう。いやー、楽しいね、中入れるって。なんでつうことで、次回もまたバイスシティで会いましょう。さよなら、バイチャ。